ヤッピー37週と1日目です。今日は入院するときに持っていく、入院グッズですね。それをいろんな人にこれは絶対忘れない方がいいよって先輩ママに教えてもらったり助産師さんに教えてもらったりしたので、あ、なるほどなっていう、確かにもっと便利かもっていうのをベスト3を発表したいと思います。さあ今日はまずベスト3です。こちら S 字フック。何に使うのと思うじゃないですか。これはなんかベッドの脇のこの柵にこれを引っ掛けて、先にビニール袋を作ってゴミ箱にするんですって。産後この体調悪かったりとか帝王切開でお腹切って痛いとかちょっと動くと痛いんですって。人に個人差あると思うんですけど、その時にわざわざゴミ箱まで行ってゴミをとかっていうのがもうしんどいらしいんですよ。すぐにゴミが捨てられるっていう、退院してなんかベビーカーとかにもなんかよくつけてるお母さんいますよね。サインランクインしました、 S 字フック。はい、10日です。おったまげ。ヤッピー37週と2日目第2位はこちらです。ママスタンド。コロナで面会ができないんですよね。だからテレビ電話的な赤ちゃんをちょっとこれ見せたい時にこう抱きながらこうやって携帯でこうほらって やるのが割とけど大変らしくて、この携帯スタンドに携帯を置いてこうやって見せてあげるとすごい楽なんですって。家帰ってきてからも孫の顔を見せるのにやっぱり使えますし、もうこれどっちにしろあっていいなと思いましたね。タイマーで写真撮影してもいいですし、角度が一応こう変えられて高さちょっと調整したりとか、だからあると本当便利だから絶対持ってた方がいいよって言われました。第2位は携帯スタンドでした。はい、19日。ヤッピー37週と、3日目です。入院グッズ、これだけは持っていけって言われたもの第1位です。ペットボトル専用のストローですね。ペットボトルに、入れて飲む。陣痛の最中とか、痛い時とか、こう寝たまま飲んだりとか、どの角度でも飲めるから、すぐにこうパッて開けて飲めるっていうんで、もうこれはもう絶対に必要だっていう、もう全員言っている。それ買いました。はーい、皆まで言うなっていうぐらいみんなこれ言ってます。1位はペットボトルにつけるストローでした。はい、予定日まであと18日。しもしも、私のらよ。ヤッピー37週と4日目です。今日はですね、検診の日だったんですよ。病院行ってきました。で、特に本当に順調で、おかげさまで母子ともに異常はなく、だいたい赤ちゃんも2800ぐらいっていう感じですかね。お腹の中をこうやってエコーで今日見てたら、うちのバブ子はですね、胎盤に向かってずっとこうやって口をこうやってなんか食べ物食べれると思ってたのかわからないですけど、スーッとこうやって口をこうやってパクパクずっとやってましたね、胎盤に向かって。で、それをこの画面越しで先生が、おいおい食べれねえぞ、その胎盤は食べれねえぞってずっとその先生が突っ込んでくれていました。ヤッピー37週と5日目腹の張りがもう尋常じゃなくて、日々腹が張ってるという感じです。赤ちゃんがどんどん下に降りてきて、すごくね、胃がねちょっとは楽にはなったんですけど、今膀胱がものすごい悲鳴を上げてます。なのでね、トイレの頻度の回数も増えてきたかなっていう感じです。あと2週間とちょっとしか予定日までないので、もうとにかく一人で気ままにランチできるっていうのも、もう多分しばらくはないので、今散歩がてらその美味しいものを食べるっていうモチベーションで結構ランチを一人でしに近所をいろいろ回ってます。遅いんですけど、アプリをちょっとダウンロードしました。こちらの陣痛きたかもっていうアプリですね。今もし陣痛が来たら、パッとこの陣痛きたかもっていうところをこうやって押すとタイマーになっていて、収まったらここピッて押すとこうやって履歴が下に残るので、
まあ、あの感覚だったりとか記録するのに非常に便利かなと。あとはなんかこう連絡先もワンタッチでつながるように事前に登録しておくと、陣痛の頻度を慌てずにこのアプリで測るということですね。はい、予定日まであと16日。